中尾城の戦いは、天文十九年十一月二十一日に、現在の京都府京都市左京区上戸寺の中尾城で行われた戦い。天文十八年六月の江口の戦いに敗れた細川春元は、京都へ退却すると、室町幕府十三代将軍、足利義照とその父で、大御所、足利義春を連れて、京都から逃げ出し、大御守護、六角貞だを、頼り、 琵琶古西岸の坂本へ移動した。代わって、春元に勝利した元家臣の三好長慶が7月に上落、将軍を失った幕府に代わり京都の行政を取り仕切るようになり、危機感を募らせた吉春は京都復帰を計画し、10月18日に京都郊外の東山にある自称寺の裏山に中尾城の建設を始めた。 翌天文19年5月4日に吉春は、病死したが、この吉輝も打倒長兄を誓い6月9日に、春元と共に、中尾城へ入城、7月8日に、東山の麓の吉田、浄土寺、北白川へ出兵した。14日、三好町一、町一の小三好町虎、東郷一存ら1万8千人の三好軍が上落、幕府軍も応戦して、市街戦となった。 しかし、主力の春本は吉田に、援軍の六角軍は、北白川に止まり動かなかったため、足軽百人だけが出撃して、小規模な戦闘に終わった。この時、長虎の寄り木一人が、幕府軍の鉄砲に当たり死んだ話を、釘の山品とき継が聞きつけ、日記に書いた記録が、日本初の鉄砲使用例とされている。 紫外戦は小規模な戦闘で両軍の主力がそれぞれ、大山崎、中尾城へ引き上げたためさほど進展は見られず、10月20日に、三好軍が再度上落、東山の幕府軍と交戦、これも小規模な戦いであった。しかし、11月に入ると、長慶は積極的な攻勢に踏み切り、11月19日に、中尾城6の将護院、北白川、獅子方に、 田中などを放火して威圧大見への派兵目はだて20日に、松永長頼を大見へ向かわせ、大津、松本周辺を放火させた。敵が、琵琶湖周辺に進出したため後方を脅かされる、ことを恐れた吉弦は、撤退を、決断、21日に、中尾城を焼いて、坂本、ついで坂本から、北の片田へ逃れた。中尾城は2日後の23日に、 三好軍が入り破却された。吉輝が大見へ撤退したため、長兄は当面、京都の安全を確保できたが、天文20年3月になると2度の暗殺未遂事件に遭遇し、またそれに乗じた幕府軍の京都襲撃が起こり、再び長兄は防衛戦に向かわねばならなくなった。ありがとうございます。